ニューメキシコ州、クロービスのノーマン・ペティ・スタジオ。ニューメキシコ州、クロービスのノルバジャック・ミュージック。ノーマン・ペティは、アメリカ合衆国の音楽家、レコードプロデューサーで、特に、彼のスタジオでレコーディングをした、バディ・ホリーザ・クリケッツとの結びつきによって、広く知られている。テキサス州との宗教に近いニューメキシコ州の、小さな町クロービスに生まれたペティは、 子供の頃からピアノを弾いていた。高校の頃には地元のラジオ局で15分のローカル番組のショーの常連出演者となっていた。ペティは妻の B と共にギタリストのジャック・ボーンを加えてノーマン・ペティトリオを結成した。このトリオはレコード契約を取り付けキャッシュボックス氏における投票で1954年に最も期待されるグループに選ばれた。 大ヒットとなった1956年のムードインディゴは50万枚売れ、おかげでペティは自分の録音スタジオを大幅に拡充することができた。1957年にはオールモストパラダイスがチャートの18位まで浮上するヒットとなり、ペティは初めてブロードキャストミュージックインクから作家としての賞を与えられた。自身でもヒットしたレコードを出していたペティであったが、 もっと有名になったのは、彼がクロービスに構えた録音スタジオであった。ペティは、自前のスタジオで、自分たちのグループだけでなく、ロヨービソン、バディノックス、ウェーロン・ジェニングス、チャーリー、シュガータイム、フィリップス、ソニー・ウエスト、キャロリン・ヘスター、テリー・ノーランド、バディ・ホリーといったテキサス州のミュージシャンたちのために、レコードを制作し、ヒットを生み出した。ジミー・ギルマーザ・ファイア・ボールの、 シュガーシャックとボトル・オブ・ワインやストリング・ア・ロングスのホイールズはペティのスタジオで制作された曲である。ペティはウェズ・ダ・カス・アンド・ザ・レベルズ、バリー・アレン、ゲインズ・ボロ・ギャラリー、ハッピー・フィーリングなど数多くのカナダのグループの録音も手掛けており、そのいずれもが彼らの母国カナダではヒット作となっていた。年代から年代にかけて ペティはアメリカ合衆国とカナダのほとんどのメジャーレコードレーベルのために自身が制作した音楽を提供していた。ペティはバディ・ホリーのレコーディングエンジニアであるとともに1958年まではホリーの最初のマネージャーも務めていた。ホリーの録音の中でも最も優れた、洗練された表現の多くはクロービスのスタジオで生み出されたものであった。ホリーの死後、 ペティはホリーが残した未完成の録音やデモ音源などをオーバーダビングする作業を任された。ペティがこの仕事に指名されたのは、ホリーがその短い活動期間に共演する機会があった地元のミュージシャンたちへのつてをペティが持っていたためであり、また、そうしたミュージシャンたちをニューヨーク市のスタジオまで連れてくるような時間的余裕はなかったからであった。1963年、 ペティは FM ラジオ局 KTQM を録音スタジオの隣に開局し、さらに1971年には AM ラジオ局クエカを開局した。ペティはこの2つのラジオ局を1979年まで経営し、その後、それぞれの現在の所有者に売却した。ペティは没後の1984年に今年を代表するクロービス市民に選出された。 ノーマン・ペティは1984年8月にテキサス州ラボックにおいて白血病で死去した。残された妻 b ビーも1992年3月に死去した。オリジナルの7丁目スタジオは残されており予約をすれば観光客が見学をすることもできる。ビー・ペティは1987年からクロービスで開催されたノーマン B ペティ音楽祭の開催を支援した。このイベントには、ペティのスタジオで録音した多くのアーティストたちや、人気のあるヒットメーカーたちが出演した。このイベントは2002年に一度途切れてしまったが、その後、クロービス音楽祭として、毎年9月に開催されるようになった。2011年4月、クロービス公立学校財団、同窓会連合は、ノーマンと B の夫妻に、 卒業生厚労賞を授与するとした。ノーマンは1945年、B は1946年卒業のクラスであった。この賞は、クロービス高校の卒業生を対象に、それぞれの職業領域で達成した業績に対して与えられるものである。受賞者は、現在の在校生に刺激を与え、物事に挑戦させるモデルとしてふさわしい個性と、 市民意識の強さに基づいて選出される。受賞のプラークは B の親族であるニック・ブレイディが受け取り、その後、ペティエステートのケネス・ブロードに渡されて、スタジオツアーの際に見える場所に掲げられた。ノーマン・ペティについては、バディ・ホリーが作った曲のいくつかについて、自分を共作者として登録したのではないか。また、他のアーティストたちの曲についても同じようなことがあったのではないか。 という議論が出されている。当時は、マネージャーやレーベルのオーナー、音楽プロデューサーなどが、特に黒人アーティストたちと仕事をする際に、こうした行為をすることが横行しており、アービング・ミルズや、モーリス・レビは、こうした悪どい行為で広く知られていた。ありがとうございます。